明けましておめでとうございます。今日は2021年の1月の1日です。年末年始はずっともう閉じこもってですね、会社の仕事ばっかり片付けて、まああと卒業論文を書くということで全部終わらせようと思ってたんですが、で実際に、ね、卒業論文はとりあえずまあある程度形にはなったんですけども、しかし、まあ、ずっとやっぱりうちに閉じこもってるというのもあんまり面白くないもんですから、まあ、やっぱり出てこようと思いまして、今回は初詣ツアーということでやりたいと思います。ただね、昨日の東京の感染者数ついに1000人を超え、さらにボーンといきましたよね。1300人だそうですね。さすがにやばいんじゃないかということですね、まあ、今回もあのもちろん誰とも会わないような感じでこういう自転車を使っていくわけですけども、まあ実際お寺とか神社とかの中に入ってって実際参拝するってのはまあやめといた方がいいんじゃないですかね。まあそんでも別に自転車であんまり人のいないような東京都心をぐるぐる動き回る、それだけだってね楽しいことですよ。正月はこのように車がほぼおりません。ということで、どうぞよろしくお願いします。ちなみにまあ、一応マスクは持ってきてるんですよ。であの寒いんでねつけてた方が快適なんですけど、まあ別に人がいないんだから適宜取りながらやろうと思います。この間の秋の東海道53次の旅は編集が難航しておりましてまだ出せてないんですが、一生懸命みんなでやっておりますのでそこはご期待ください。日本橋から一番近い神社といえばここかなと思ってきました。小網神社というところです。そんな大した大きい神社ではないんですが、東京大空襲の時もですねこの辺り全部焼けてしまったのに奇跡的にここだけは焼け残っておりまして、大正時代の古い建物は今でも残っているということで、まあ、結構ね東京の中では知名度のある神社だと思います。まあ、つったって小さい神社だからそんな人なんか来ないだろうと思ったらすごい行列ですね。みんなマスクしておとなしくしてますんで別にそんな危ないことはないとは思うんですけど、まあ、触らぬ神にたたりなしともいますしね、僕別にあの神道のそんな熱心な信者でもないので初詣の必要もないですし、遠方から遠巻きに見ておくことにします。新大橋通り入ってすぐのところにこれ伊調八幡宮伊調稲荷と書いてありますよね。こんな神社がありまして、ここはねそんなに人気がなく行列も特にありません。さっきの小網神社に行った人たちがついでにここもやってくかみたいな感じで寄ってる人が多いようです。僕思うんですけど、参拝ってお賽銭払ったら終わりでいいんじゃないですかね。なんかそれでもう十分敬意は伝わってると思うんですよ。願い事とかは念じなくても後で念じてもそれぐらい神の力で感じてくれるでしょ多分。それが神ってもんですよ。はい、今度はねまたすぐ近くですよ、水天宮に行きました。水天宮は小宝安産の神社ということで、確かになんか若い男女のね、夫婦みたいな人たちの、参拝が多いようですけれども、まあ、これはね外から見ても楽しめる神社です。これ面白いですよね。2階建てなんですよ。で神社が2階にあると、下のところはなんか駐車場らしいですね。ここに車を止めてで参拝をする人はどうするのかっていうと、あそこの奥のところにあるですねなんかあのもうなんとか会館みたいなあの葬儀場みたいな感じの建物の入り口のところから中に入っていくそうです。まあ、とにかく新しいですからね、味も素っ気もないというふうに感じるかもしれないですけども、まあ、しかし神社ってのは別に古くなきゃいけないというものでもないから、これね地震の影響も受けない免震構造にしてありまして、相当長い間これがずっとここに残り続けることになるんじゃないですかね。それはねまだピカピカの状態、新品同様の状態で見に来ることができるのも面白いところです。さっきの小網神社は1人ずつしか参拝ができなかったから結構行列になってましたけど、ここは広いんでねまあなんとかなりますよ。でもね駐輪場がちょっと遠かった、だから参拝はめんどくさいんでやめておこうと思います。違法駐輪みたいなしてる人もいっぱいいたんですけど、神様を信じてそれで参拝にするしに来るような人が神様の目の前で違法駐輪とかしちゃっていいんですかね。水天宮のすぐ近くにはこんな複雑な形をした箱崎ジャンクションがあります。まだこれでもね全体の半分ぐらいしか映せていません。鬼の住処みたいですよね。この水天宮のあります東京人形町には前から気になってました地名甘酒横丁というのがありまして、お正月にね甘酒飲むなんていいじゃないですか。ついしたらちょっと寄ってみたいですよね。すぐに着きました。そんなに人もたくさんはいないですね。甘酒横丁というところです。この道をね全部そういうそうです。ただなんか聞いた話では甘酒横丁とは言うんだけど別に甘酒がそんなたくさん売ってるわけでもないという話なんですけど、正月ならさすがにあるだろうと思ったらですねあそこで売っとります。200円でした。店の人に聞いたらねなんちゅうことはない、普通に毎年っていうかもういつもこういう風に売ってるそうです。3時ぐらいまで起きてね論文とかいろいろやってましたんで朝ごはんも食べてないし、これが最初だ、お正月に最初に口にするもの。
今総武線が目の前を通ってますね。浅草橋まで来たんですが、僕緊急事態宣言の時ほぼ外出しなかったんですけど、ちょっと仕事でね浅草橋に2回ぐらい行きまして、たい焼き屋あるんですよ。でたい焼き屋のくせになんか妙に門構えが立派 で夜10時までやってるんですよ、たい焼き屋のくせに。全たい焼き屋さんを敵に回した発言かもしれませんが、そんなに立派なたい焼き屋なかなかないなと思ってですね、と言いながらも別に一度も食べたことなかったんですけど、皮が薄くてパリパリしてて美味しいですね。僕冷凍のたい焼きぐらいしか普段食べないんですけど、あの皮あんま好きじゃないんだよな、モコモコした感じのやつね。ここにですね看板も出てるんですけど、天然たい焼きって看板出てるんですよ。なんかいろいろなんか違和感のある店で、これは気になっちゃうのも分かるでしょう。なんでこんな立地のいいところに朝から晩までずっと営業してんのかも謎だしね、不思議だよ本当に。どんどん行きましょう、目指すは浅草です。こいつ僕のたい焼き取ろうとしましたよ。全然平和の象徴じゃねえな、もっとそれらしくしろよ。まあすぐにこのジャッジ暴虐の王の車列に驚く逃げていくことでしょう。道をちょっと間違えたりとかして変なところに出ましたが、ともかく来ました雷門通りです。人がいっぱいいて歩行者天国になってますが、ただこれはいつもよりは相当少ないそうです。お正月に来たのは初めてですけどね。お前ですね、ここ自転車で走っていいんですかって聞いたら、いつもより人が少ないんで気をつけてもらえればいいですよ、そういう風に、ね、言われました。すごいな、お正月こんなことになるんですね。とてもね雰囲気はね素敵なんですけども、これはさすがにちょっとやばいんじゃないかな。これ僕の取り方が悪いのかもしれないけど、超密密だと思うんですよね。さすがに近寄らないわ。いいねいいね、日本で一番の8000万人の信者を誇るという神道のね、初詣で年に一番の行事のその目の前で神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、イエスキリスト。これいいわ。こっちも頑張ってんな。第3波はどこ、もしかしてテレビの中だけ。いやさすがにテレビの中だけってことはないと思うんですけど、それはちょっとね極論だと思うんだけど。 5G の運用エリアにシンクロの患者が多い、これって陰謀論。コロナさえなければあの人たちの目の前で記念に写真1枚撮って帰りたいぐらいなんだけどな。事実だけを発表すればいいと思うんですよね。コロナは全くの嘘ですとか極論を言ってしまうから、みんなから笑われてしまうんだけどな。全くの嘘ってことはないでしょ、さすがに。でもね、コロナ対策やめようって呼びかけてる人たち、意外と距離を空けてみんな立ってますしね。でマスクは確かにしてないんですけど、だからといってなんか大きな声出したりとかもしなくて、自動音声で呼びかけてプラカード持ってるだけなんで、実は浅草寺浅草神社に参拝に行ってる人たちよりもね、よっぽどなんか模範的なコロナ対策をしてんじゃないかって気がしてしまうな。浅草で何か食事していこうと思ったんですけど、どのお店もめちゃめちゃ混んでて、空いてたのはもういきなりステーキだけだったんで、やめることにしました。コロナ対策やめようって言ってる人だし、全然同意とかはしないんですけど、ただまあなんかね、コロナ対策とか何もなんか考えてないで、対策する必要もあるとかないとか何も考えないような層の方がね、多分よっぽど熱いんじゃないかなと思いますんで、まだなんかこうした方が国が良くなるんだから、だからコロナ対策やめようって呼びかけてる人たちの方が立派な人な気はするんですよね。浅草にはこんなに立派な本願寺ってお寺もあんのにね、みんなこういうところに行かないんですよね。みんな浅草寺行くのは。優れた神社仏閣なんかね、日本にはいくらでもあるんだから、別にそんなあそこにこだわらなくても、こういう空いてるとこ行った方が落ち着いて楽しめるんじゃないかななんて思いますけどね。まあ浅草寺は仲見世通りもその楽しみの一つだからですか。これまでの手間暇のかかる文化財保護へのね、まあお礼といいますか敬意だと思って、お賽銭はなるべく多く入れることにします。すでに250円しか入れてませんけど、
5円玉1個だけ入れるとかよりはいいでしょう。まあね、自分に全然関係のない宗教にこんなこと言うのも良くないかもしれないですけど、5円玉をなんか何枚か集めてね、なんか10円とか30円とか入れて5円がありますようにとか言うのってね、宗教の信者としての態度としてとても神様とか仏様とかに僕失礼だと思うんですよね。35円とか人に給付するあげる金額じゃないでしょ。それで神との間になんかつながりを持とうなんて、そんなの神様からしたらバカにすんなお前って思うんじゃないのかな。この奥に見えておりますのは上野駅です。で、裏にはもうね、上野恩賜公園、上野のお山もあります。あの辺が寛永寺一帯。次は寛永寺に行きましょうね。寛永寺だったらなんか意外とコアな人しかいなくて意外と空いてたりするかもしれない。そのすぐのところに下谷神社がありました。懐かしいですね。僕高校上野もだいたいこの辺りですから、ここへ参拝したこと一回もないですけども、高校の定期試験とかがあるとですね、友達のみんなで集まってあそこのマクドナルドに行って、なんか夜の12時とかまでずっと居残ってあそこで勉強してましたね。寛永寺ってのはもう境内が本当に広いですからね。昔は上野駅の土地も全部寛永寺だったらしいんですけど、なんかまあいろいろあるんでね、割と分散初詣は簡単なところです。ここは確か両大使だったと思うんですけど、厄除け云々とか書いてあってね、向こうにはボケ封じってあるわ。僕みたいなやつには良さそうですね。本当にいろんな人から心配されてます。空いてるんで奥まで行きたいところなんですけど、放置自転車になっちゃうんでね。この自転車はちょっと邪魔だから誰のですか、動かしてくださいよってなった時にすぐ動かせるような状態であれば放置自転車じゃないらしいんで、まあすぐ動かせるような状態でしたから、まあこれは大丈夫でしょう。寛永寺は徳川家のお寺ってことは本当に大きいですからね。自然公園の中にお寺がポツンポツンと点在しているようなところです。寛永寺周辺は本当にお寺テーマパークみたいなところでして、お寺にありそうなものは何でも一通り揃っています。この寛永寺には上野大仏というものがあります。で、今見ていただいた通りなんですけど、顔しか残っていません。もともとは普通に大仏だったらしいんですが、地震で壊れたり、それから太平洋戦争の金属供出にあったりで、今はもうこれしかないそうです。で、これは向こうに書いてありますが、合格大仏ということなんですけども、特に合格大仏となったその理由はね、どこにも書かれてなくて、多分なんですが絵馬とかいっぱい置いてあったんで、受験生が合格って書いたらじゃんじゃんお伏せしていくから、だからそう書いてあるんじゃないですかね、多分。他にもこういう伏見稲荷的なやつもあります。まあ、鳥居ってなんか寄付して建てるものらしいんで、こういう風になるのはそんなに不思議なことじゃないみたいですけどね。久々に来ました、忍ばずの池です。あんまり綺麗な池ではないんですけどね、ちょっとこの辺ぐらい読みておけば、まあ綺麗さも感じられるでしょうか。池の真ん中に道が一本伸びていて、その真ん中にこういうお堂があるんですが、そこがやっぱり人気の様子でも、思っていたほどには混んでいないですね。まあ別に行かなくてもいいんですけど、ここにケバブがある。上のはね、なんかケバブ屋がやたら多いんですよ。本場トルコの味、大盛りしかないよ。でも辛さとかいろいろ実は選択肢があります。店の人、辛い辛くないとか言って、それとね、私たちのはいしか日本語で喋りませんでしたけど、あ、日本に来て頑張ってんですね。すごい数中東系の人が参拝しててね、日本人との割合はなんか半々なんじゃないかぐらいいるんですよ。だからこれもなんか中東の人に受けてるみたい。忍ばずの池も日陰になるところは氷が張っています。ゴミが閉じ込められてる。枯れた蓮の原っぱの向こうにお堂がある。この景色は夕方の忍ばずの池の名物です。このまま続いては湯島天神でも見に行こうかと思ったんですけど、車が全部左折のウインカーを出してずっとここに止まってんな。もしかすると
まあ、みんな湯島天神の初詣客なんでしょうね。すごいですね。僕のいるところはね、まあ、こんな感じで人はいないんですけども、すごい密度だ。近づくことすらちょっと難しいですよ。僕宗教施設に行って合格祈願をするっていう体験は人生で一回もやったことないんですけど、まあ、今度卒業論文試験があるんですが、やるとしたら多分それが人生最後の合格祈願だよなと思いまして、まあ、スイスでやろうかなと思ってたんですけど、とてもそういう感じじゃなさそうだな。みんなもう勉強とか済んだ人たちなんでしょうね、多分ね。じゃなかったら家にこもって勉強してるもんな。もう合格祈願ができるっていうのはもう全部のね状態を万全に整えて、まああとは暇だからやることないし、神様にお願いにでもしに行くか、そういう余裕のある人たちだけに許されている特権行為ですよ。まあ面白かったですけど、ちょっと寒くなりましたんでね、もういいかな。なんかお正月らしいお食事とかできたらもっと良かったんですけど、それはちょっと今の東京では難しそうです。どこもいっぱい人が混んでますから、まあ空いてたら入ると、そんな感じにしましょうかね。もうそろそろまっすぐ行きますとお茶の水です。だいたいそこら辺で動画を終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。非常に交通規制を解除しました。あ、渡れません。下から車が上がってきます。歩行者の方は渡らないようにしてください。この道路